はい、どうも、ケイキングです。信長の野望新生、買いました。ということで、やっていきましょう。信長の野望シリーズは、小生録だけ、まあ、天下統一までやったことあります。それ以外ほとんどやったことないです。どうしますかね。とりあえず、この辺は OK か。あ、で、事前情報。何も入れてないです。完全初見でやりたかったので、あえてね、ちょっと公式とかも見ないようにしてたんですよ。初見を楽しみたいので、ネタバレとかアドバイスはやめてください。どうすっかな、上級、ちょっと一回上級がどんなのか、見たいよね。上級行ってみる。速攻滅亡するかもしれないです。チュートリアルは欲しいね。まあ、この辺はありありでいいか。史実でいいわ。で、打ち死にはありのが面白いっすよね。なし。まあ、普通でいいか。このままでいいっすね。寛容でいきましょう。架空はなしです。ただ、姫武将ありでいこうかな。で、外交は私立で、OK。よし！行きましょう。何を選択するか迷う場合は、シナリオ、桶狭間の戦い、1560年やね。おだけがおすすめ。まあ、王道って感じか。いや。動画一発目なので、1546年、行きましょう。信長元服。終わり統一、桶狭間の戦い、包囲網、信長包囲網。夢幻のごとく。おすすめ1、おすすめ2。これ、北条がおすすめってことですかね？一番。そういう意味か。アマゴか。アマゴおすすめ？あ、違うか。星2か。難しいってことか。星1がまあ簡単ってことやね。他の武将だと星3ですよっていう感じかな。まあそういうわけでもないか。はてなってなんな。これ信長がすぐいなくなるからっすかね。1582年の5月で、秀吉、まあ、勝家、あと明智とかさ、まあ、分かれるじゃないですか。だからかな、これ。ぽいな。なんか、はてなね。秀吉がこの辺でさ、勝家がま、この辺で、で、三井ではま、ここみたいな感じでさ。OK。まあ、とりあえずいいわ。はい。1546年いきます。で、どれにするかっすよね。斎藤利政。斎藤道三。で、宇治安。道三もいいね。城5持ってるんですね、最初から。でかいね。武将は17。六角もおすすめ。あとは大内か。いや、大内やるなら、毛利がいいね。城4で武将35。いや、武将35はでかい。けど、周りがちょっと強いですよね。大内で雨子。ちょっと戦いづらいよね。まあ、三好も近いですし。それか、安全に行くなら島津か。まあ、周りがそこまで強くないですし。ただ、大友がまあちょっと強いよね。
すぐ激突っすからね。九州でやるのは龍造寺か、まあ、大友か、島津か。四国は、まあ、長宗我部がいいっすかね。毛利。必ずや毛利の名を天下に示さ。ああ、こういうの見れるんですね。兵力だと、まあ、やっぱ雨子大内が高いっすね。で、北条。北条氏康。今川三好。城一番持ってるのは氏康。で、大内雨子。軍。軍もまあ、北条。武将毛利。ただまあ、武将が大事っすからね。武将の数。ちょっと毛利行ってみる？あ、見れるか。毛利元就。強すぎじゃない？めちゃくちゃ強いやん。兵力、さらに体力回復。全敵部隊混乱。いや、これなんかめちゃくちゃ強い感じするな。これ絶対強いよね。あ、これ黄色って固有かな、これ違うんかな。ちょっと貼るのを見てみようよ。信玄ですね。高能力あ、絶対そうやね。固有やね。間違いない。黄色、固有やろ、これ。あ、絶対そうやね。ちょっと信長を見よう。この戦国の世を戦い抜かん。信長。能力高いね。あ、やっぱそうっすね。黄色は確定やね。黄色が固有か。ああ、勝つよりも強いな。よし、じゃあ行きましょう。元成で100万一心いざ行かん。おすすめにはなってないんですが、行きましょう。100万一心いざ始まりぞ。ボタン押してください。あ、スキップになった。三好、そして大内雨子で毛利元就。群雄割拠。毛利高元の能力ちょっと見たいね。受けたまわりました。嬉しいです。天下統一へと乗り出す。あ、チュートリアルですね。
まあ、しっかり聞いていきましょう。天下統一を成し遂げる方法。まあこの辺はちょっとやってみてやね。領地を治める方法。まあ内政大事。吉田郡山城。城の土地は城主が行う。城軍、そして武将。まあ、軍を発展させるっていう感じっすよね。領地を家臣に与えること、地業。 OK、 家臣の身分。組頭、足軽大将、侍大将、武将、家老、宿老。出世には勲功が必要。合戦で活躍したり、軍を治めたり。軍を治めとけば、まあ増えるんですね。まあ内政すれば増えるって感じだね。領地として与えるにも、足軽大将以上の身分が必要。ってことは、まあ一番下、組頭だと、戦うしかねえか。あ、軍団長。OK。まあ、とりあえず、まあ、いろんな仕事に就かせろと、そういうことやろ。地業内政戦。で、天下統一。OK。どれも欠けちゃダメだよ、と。古城からの進言は、愚心として画面左側のリストに表示されます。R プラススティック。あ、こうか。こうね。そして、修行、軍を与える。A が選択、X 決定、Y がコマンドメニュー、B がキャンセル。で、R プラススティック、左スティック。周辺メニューへカーソル移動。まあ、ちょっとこの辺は、まあ、やりながら慣れるしかないですね。とりあえず、まあ、今持ってるのがここやね。まあ、結構広いっすよね。ただ、周りが強いので、あ、ちょっといろいろ見たいよね。まあそんなに兵はいないっすよね。はい、まあここは同盟してる。36ヶ月。まあ、王子とは同盟なので、いいね。
3年同盟。四国行くっていう手もあるか、これ。いや、とりあえず、ちょっとチュートリアルやっていこう。任命しろと。治療。与えられる軍がありません。オッケー、じゃあここね。これも与えてると。空いてるのはここやね。だからここはまあ2つ空いてるってことっすね。7つ領地があって、まあ5つ与えてる。そうやね、大官こいつらはダメだよね。建設能力、掌握能力、早いやつがいいか。掌握が、建設が早いやつの方がいいかな。まあでもそんな考えですかね。はい、オッケー。読みに行きます。さらにちょっと与えとこうよ。妖怪の喜びぞ。はい、まあオッケーですかね、これで。時間を進めろ。これでいいか。領主が領地の開発を開始し、収入や兵力を増やそうとしています。軍の開発、内政、軍開発、金銭と労力を消費し、まあちょっとやってみよう。これか。まあまずは金っすよね。兵力もでも欲しいか、これ兵力も増えるっていうのがいいね。いやでも金やろ、まずは。これ結構やることあるね。高すぎまあとりあえずここやね。代官、本拠地の軍はまあ代官を決めればいいんですね。あ、これ組み出したらいけるんか、これ。あ、これいけるんすね。ありがたき幸せ。あ、身分関係ないっぽいね。あ、じゃあまずここでさ、代官やってで軍を与えていけばいいんやね。治療していけばいいんや。合ってるか分かんないですよ多分そうやろ。だからこれとかは変えた方がいいんよ。だここを使ってった方がいいんですよね。感謝いたす。まず変えようよ。ありがたき幸せ。
ッケー。ありがたき幸せ。ありがたく存じ。よし、これで行きましょう。で、次が時間進めろと。倍速もできるみたいですね。ちょっと早める。オッケー、開発完了。次が施設。これも金銭と労力を消費。まあ何建てるかか考え。水路で商人、櫓、錬兵場で米と二段詰め所か。あ、これはチュートリアルなので消費しないって感じっすね。じゃあ好きなの建てていいんやね。いやでも金大事なんですが、兵力プラス900も大事じゃない。増やしとくか。森高本強いね。いいね、バランス取れてますね。ちょっと元成が良すぎるやろこれ。よし、 OK で時間進めろ。はい、完成しましたね。で、次が軍の開発。まあどんどんやっていきましょう。まあどんどんやっていけばいいんやね、とりあえず。金はね、金がないね。これでいいんやろ、こんな感じで。こんな感じで。で、4つ使いましたね。労力なくなりました。で、進めればいいか。外交した方がいいんじゃない？お、吉川もたる。まあ、イベントもたくさんありそうですね。さあ、品質進めてます。あー、これ出てますね。あと何日って。だいぶ増えたんじゃない。オッケー、外交来ました。次外交、外交大事だよね。
で、神前か。同盟や援軍の、などの交渉のために、信用を上げます。神前で相手からの信用を上げる。じゃあ、大内にしてみる？あ、援軍だと、信用40必要なんですね。じゃ、ちょっと援軍にしてみるか。あ、これ8上がるよってことか。一月にね。オッケーオッケー。まあ、なんか特性とか持ってれば、例えばこの信用がさ、今8じゃないですか。これがま、15とかになるんでしょうね。12とかさ。謹んで受けたまわります。よし、オッケー。出陣？いや、どこに行くつもりな？7000で相手は5000。四国行けと。いや、7000、5000でさ、いや、いいんやけどさ、これさ、こっち行ってる間に、アマゴ来るやろ。まあ、一旦アマゴと同盟して、まあ、四国取りに行くっていうのはありっすよね。まあ、しっかり狙ってくるか分かんないっすけどね。漁夫の利、空き巣、やってくるか分かんないっすけどね。いや、でも、しょっぱなからアマゴとバチバチやるのも楽しそうじゃない？ちょっと他いろいろ確認しましょう。イベント一覧みたいね。めっちゃあるね。発生無効とかできるんですね。ね、こうやってできるんですね。あ、これいいね。絞り込み。あ、自分のとこだけできますね。あ、これいいじゃん。こうやってね。あ、これいいね。モーリーはこんだけあります。まあ、結構あるね。さあ、内戦しよう。戦したいけど、まずは準備やろう。まあ、まずは準備っすね。まあ、ちょっと兵も増やしつつで、外交上げとくのはありやね。援軍が40なんで、まあ40まで上げときたいですね。あ、12ずつ上がる、いいじゃん。仕掛けるとしようか。はい、で進めます。まあ、最初はこんな感じっすかね。力蓄えよう。
どうした？よろしいですかな。あ、延長ね。え、まあいいんじゃない？ OK、OK。まあ今はね、敵は増やしたくないですからね。とりあえず味方を増やして。風分。ああ、これこうやって見ることできるんですね。一方その頃って感じだね。今こそ。これ戦国武将の中で北条氏康、まあトップクラス好きなんですよ。でまあ北条、まあどっかでやりたいですけどね。はい、まあ OK。ちょっと飛ばします。まあ他のイベントも見れるよと。止めとこ。危ない危ない。開発はね、まあ、とにかくちょっとこれをやっていくしかない。まずは収入はいい感じか。ただもうちょっと金欲しいか。これまあ等級低いのは安いっすね。オッケー。はい、進めます。まあちょっと序盤はコツコツやるしかないっすね。まあ戦いたいんですが、あ、深夜40になりました。すぐ交渉に移るか。ちょっと行ってみる。あ、援軍いけるね。援軍で、あ、やっぱり仕掛けることできるんすね。いや、でもまだいいね。今は。これさ、40使うんすよね。40使って、ちょっと外交。もっと上げとけいいんじゃない？これ。今40使って8になるってことですよね。で、もう一回援軍欲しいときは、また上げないといけないですよね。とりあえず100までちょっともう上げとこうよ、これ。仕掛けるとしようか。よし、進めます。外交順調、そして軍開発も順調。よろしいでしょうか。あ、40になりました。大内、オッケー、すべて完成。それ一回止めよう。あ、金の収入増えましたね。まあいい感じじゃない。とりあえず金の収入増やしていく。で、1はもう完成やね。で、また外国行きましょう。
40ね。ちょっともうちょっと仲良くなっとこうよ、これ。承知いたしました。結構いい時間来てますね。ちょっと勢力確認して終わりますか、今回は。いや、アマゴ強いな。14,000。まあ、やっぱ先、四国行くべきっすね。河野は？あ、河野ここにいます。河野なら勝てる。やっぱちょ、アマゴ厳しいな。後回しやな。春下。三好、強いね。宇治康もまあさすがね。長岡景虎は強い。ただ元就も負けてない。信玄もまあ強いね。レベル高いね。南部もいいやろ結構。はい、ということで、今回はここで終わりだと思います。ご視聴ありがとうございました。